進撃のノアの彼氏のひもに行くんだよ。ノアちゃんからもらったその時計がちゃんと欲しくて、うんうん、いつまでに返せとかも言わない、はい、別に利息をつけてくれとか一つだけ条件がある、はい、あ、来た。彼をね、暴こうと思います今日ね、ともこさん気になります。君は普段何をする？普段もうずっとテレビ見て読書して生まれた時から気にしてた。で、まあ、料理はウーバー、掃除はお手伝いする、はい、まあ、一つ分かったよ、ともこ。なんすかな、どれだと思う？週何回ぐらい理想で言ったら週7。めっちゃ上、物欲もな ないんですよ。物欲の話で言ったらさ、はい、いい時計もらってる。そのあの時計どうしたの？本当に僕も時計を取り戻したいっていうのがあって、ちょっともしお金を融資してもらえたら。あの時結構高い気すんのよ、いくら、はい、倍になってるやないか。流れちゃうんですよ、でも早くしないと。なるほどね、なるほどね。同じものを買ったとしてもそれはノアちゃんからいただいたものではなくなってしまうから、うん、ノアちゃんからもらったその時計がちゃんと欲しくて、うんうん、まずさ、はい、あの前提としてさ、はい、一個確認しておきたいのは、はいはい、本気でノアのこと好き？好きすぎて、うん、1000万円とかも紐で借金してでも、うん、あのノアちゃんがくれたものを取り返したいなっていう気持ちがいっぱいです。これ現実的な話です。はい、返せる見込みは？それそれそれでしょ、かいさん。私そこそこ気になるんだけど。そこっすよ。返せる見込みしかないでしょ。どうやってどうやって？あれです、働きもあるんですけど、やっぱりある程度のつながりは持ってるんで、あの頑張ればなんかできるかなと思ってて。なるほどね、はい、動こうとしてる自分が芽生えてきて、はい、芽生えちゃって。それはなんで、誰のために？ノアちゃんのために。愛の力っすね。じゃあさ、もう結論から言う、はい、言ってますって、はい、おー、テイクも強化する、マジです。いやマジ、一つだけ条件がある、はい、いつまでに返せとかも言われない、はい、別に利息をつけてくれとも、はい、一生、はい、ノアを幸せに愛するって、はい、誓えるんやったら貸してやる。で、ちょっと一生ってなったら言葉に詰まる自分がいるんであればそれはもう貸せない、はい、どうなの？一番震えたいのか。何を使うの？ちょっとカメラに向かって言って。ああ、やってください。そうそう。はい、君。はい。ノアちゃんに対する愛は本物なので、お金を貸していただけると嬉しいです。頑張って、お金もちゃんと返していくようにしますので、よろしくお願いいたします。どうも、とも、どうも、ぶっちゃけ。ぶっちゃけ私だったら絶対貸さないっす。でも同じチームかと思ってたのに。でもさ、俺ノアとさ、はい、その彼氏さんがさ、はい、まあ、喧嘩してる時とかさ、はい、結構ノアから相談受けたりもするの。あ、そうですね。その時さ、ノアマジでさ、はい、辛そうな顔してる、はい、それ見るの嫌やから、はい、からその顔を見せないぐらいずっと、はい、ノアの笑顔を作れるなれば、はい、もう俺はいいかなと思うけど。なるほどなるほど。ただただ、はい、何どうやって働くんですか？まあ多分紐にお金を稼ぐ能力多分あると思う。お金を稼ぐ能力あるけどそれを使わない、まあ金の持ち腐れというか。だからもう俺もちょっとこれから提案することがあると思う、はい、なるほどなるほど。それはどうなの？それはもう受け入れるしかない。そうやね。脳からしても紐がさ、はい、働くきっかけ作れたらさ、はい、もういいかもしれない。いや絶対脳社長喜びますよ。え、でも脳社長からなんで働き始めたとか聞かれたらどうするんですか？言うの正直。まあそれはもう関係性としては言うっすね。あ、まあ正直、はい、それめっちゃ嬉しいでしょうね、脳、はい、社長聞いたら。でもさ、1000万持ってこさせる。早っ。僕も時計屋さんの上で連絡していいですか？うゆうゆ。できる人は仕事が早いと思います。もう俺やるかすぐやるから。すごい。あ、もしもし。はい、よろしくお願いします。なんでってなってませんでした？いや、もう俺の決断にはね、何も言われないです。はい、まあ、覚悟を決めた男のさ、背中を押すのがさ、はい、先輩でしょ。はい、あ、来た。あ、来ましたね。あ、行くわ、ちょっと。はい、ありがとう。頼むよ、ひもくん、ほんと。ありがとうございます。マジ頼むよ。はい、ちょっとね、こちら。行く。えぐい。大丈夫。
はい。たったことある？いや、初めての体験で。初めてって言いましたか？初めて。俺ってなんか、パチンコとか行かない。なんか心配だし、なんか今の、見たことないものを触ったらそうするんだよ。なんかこのまま飛ばないから、大丈夫だ。あの、行っても公園にしか行かないです。こんななんかラフな感じ、すみません、なんか。カイ君だからこそ言える部分があって、あとで、ノアちゃんも。あのサプライズの関係戻したと思って、まあ実質だから僕が借金してノアちゃんにあの俺にね俺に借金あのタイ君に借金をして僕が実質ノアちゃんにプレゼントできたっていうことになりますもんね、これね。そうですね、紐から借金分になったから。そうっすね、紐取り結構底辺ですね。前は上がるだけ。そうっすね、もうあと上がるしかない。確かにこれ以上マイナスないですからね。頼むよ。はい、ありがとうございます。俺からもちょっとノアのことよろしく頼もう。はい、頼もう。お願いします。お願いします。じゃ皆さん、あの一緒にね、あのひもに応援していきましょう。はい、お願いします。応援します。ノア社長の幸せのために。はい、どうも、こんにちは。ちょっと構成されたひもです。元気よく譜面できましたので、今から取り返して参りたいと思います。はい、取り返せました。よかった。これをまたノアちゃんに見せてサプライズしたいと思います。じゃあ行きましょう。ノアちゃん、ノアちゃん、おはよう。あ、おい、あれ。なんでやろ。買い物してやったぜ。嘘。うまっかい。え、なんて言って借りたの？電話せなあかんやんか。戻ってきたね。よかったね。寝起きすぎて頭回ってない。どうやって返すの？え、なんか仕事、かいくんが仕事をまあ、いつ返してもいいし、利息も取らへんわって言ってたわ。返してよ。え、待って、1000万借りたってこと？やばすぎやろ。どうしよう、とりあえず。ほんまにくれそうです。でもこれ、せっかくだし記念に僕が借りた1000万円の帯、あの、飾ってこ。ちゃんと返さない。嬉しいけどね、やっぱ見た気にあったものを見つけないとね。よし、これはじゃあノアちゃんに返納して、僕はカカ君にどうやって返すかちょっと考えて寝ます。じゃあノアちゃん、おやすみ。また。